カタリ派、カタリ派、カタリは、カタリは、10世紀半ばに現れ、フランス南部とイタリア北部で活発となったキリスト教色を帯びた民主運動。カタリ派という名前は、正常なものを意味するギリシア語のカタロスに由来している。名称が初めて記録に現れるのは、1181年にケルンで記された、シェーナウンのエックベルトの このロドイツにカタロスが現れたという記述である。また、カタリ派はアルビ派、アルビジョアパと呼ばれることもあった。南フランスの都市アルビに由来する。この名前は12世紀終わりに現れるが、実際にはアルビよりもトゥールーズの方が、カタ派は多かった。カタリ派は、地域や時期によってアルビ派、バタリニ派、ラングドック派などと呼ばれることがある。それらが、 同じグループなのか、あるいは異なるグループなのかまだ不明な部分が多い。現在、語り派がどのような思想を持っていたのかを正確に知ることは難しい。語り派自体が消滅していて、彼ら自身の資料がほとんどないためである。わずかに残されている資料として、二言論と呼ばれる書物がある。このため、語り派の思想については大部分が、 反駁者たちの書物の偏見の混じった記述からしか知ることができない。カトリック教会は、カタリ派が二元論的世界観に代表される、グノーシス主義的色彩が濃厚な、得意な教義と組織を有していたため、遺憾認定したと主張している。カタリ派思想の根本は、神により創造された精神が、悪により創造された肉体、物質にとらわれているという思想である。 この思考法は、グノーシス主義などに類似するものであり、歴史の中で繰り返し現れている。カタリ派はボゴミル派からこの思想を受用したと可能性がある。グノーシス主義が、世界はデミウルゴスによって創造されたと考えていたのと異なり、カタリ派は世界を創造したのはサタンであると考えていた。カタリ派は、グノーシス主義と同じように、 物質世界に捕らえられた魂はこの世を逃れることで、非物質世界である天国に到達できると考えた。そして、この世から逃れるための唯一の方法が、汚れた世俗と関係を断ち切って、禁欲生活を送ることであった。このような完全な禁欲生活を送る、聖職者のごとき特別な信徒が、監督者、ペルフェティ、パーフェクタイと呼ばれていた。監督者には、 世の人々の罪を取り除き、物質世界とのつながりを断ち切る力があると信じられ、死後は速やかに天国に行くと考えられていた。監督者たちが送る完全な禁欲生活は、当時の教会の聖職者たちの堕落した生活とは対照的なものであった。消え者、クリードンツと呼ばれた一般の信徒たちも、慰めの式、旧威令、コンソラメントムという儀式を受けることができた。 これは語り派の認める唯一の秘石であり、消え者は他の信徒に暗種先生を行うことで監督者としての地位を得るとともに、その義務としての禁欲生活が課せられた。旧異例は多くの場合記憶者が死に直面した際に行われ、このような原因で旧異例を受けた者は以後食事を口にすることが禁じられた。しかし、太陽し、エンズラ、エンズラと呼ばれるそれは、 物質の汚れを受けないための決裁であり、必ずしも死に至ること自体を目的としているわけではなかった。病気が回復した後は、元の生活に戻ることもあった。旧異例は、異性の信徒に対して行うことは禁じられていたため、結果として、女性信徒の地位が、一般的なキリスト教と比較して、相対的に向上した。語り派では何らかの原因で過去となった女性が、 夫の早々の後にそのまま、旧威礼を受け、監督者として、残りの人生を全うすることが少なくなかった。これは、一般的なキリスト教でも、修道女という概念で存在するものであるが、カタリ派の女性監督者は、修道女と異なり、旧威礼という秘石を取り仕切ることすら許されていた。カタリ派は、監督者に対しては、様々な禁忌を課していた。 生食を目的とする、性行為も認めず、さらに肉食を禁止し、菜食のみを認めた。肉は生食の結果であるとされたからであり、生食の結果である、他の食品、卵、チーズ、バターの摂取も禁じられていた。野菜や果物以外にも、魚や海産物は何でも食べてよかった。なぜ魚が良かったのかというと、当時の人々は魚や海の生き物は生殖行動を、 せず、海のどこからともなく発生していると考えていたからで、ある。一方、飲酒に関しては、制約が少なく、葡萄酒以外の飲用や、一般のキリスト教では、タブーとされた命定する行為も許されていた。ただし、一般信徒に対しては、このような禁忌はなく、聖食も肉食も許されていた。語り派は、新約聖書及びその外典のみを認め、 旧約聖書を認めなかった。新約聖書の中にある二元論的表現や、平等主義的な表現を重視し、そこから教義を展開した。巨大な教会は作らず、監督者を中心とした、小規模な信徒のグループを作った。語り派は、神による一元的な創造、三位一体、幼児の洗礼、免罪符、階層的な教会組織などを認めなかったため、 カトリック教会からは激しく非難されることになった。カタリ派の思想は東ヨーロッパから交易路を通じて南フランスにもたらされたようである。カタリ派はブルガリ派、ブルガリア派と呼ばれることもあったが、これは東欧に広まっていたボゴミル派とつながりがあったことを示している。カタリ派の教義にはボゴミル派のそれと非常によく似ている部分がある。 また、ショーパウロ派と呼ばれる一派の思想とも近いことが指摘されており、何らかの関係があったと考えられる。カタリ派運動のそもそもの起源は、当時のカトリック教会の聖職者の汚職や堕落に反対する民衆運動であったと思われる。カタリ派には、監督者、パーフェクタイと、シント、クリデンテイスという二つのグループが存在していた。数で言えば、 監督者はほんの少数であり、大部分は信徒であった。信徒は監督者と違って完全な禁忌を課せられていなかった。監督者は語り派の協議を完全に実行するものという意味で、厳しい禁欲生活や労働の否定など、完全に世俗と断絶した生活を送る子が要求されていた。語り派ではこの監督者たちがいわば聖職者として信徒を指導していた。 この監督者には男性でも女性でも慣れたことからカトリックとは違い女性でも高い地位を得ることが出た。南フランスのリムーザンでは1012年から1020年の間にカタリ派が増えたという記録がある。トゥールーズでは1022年にカタリ派信徒の最初の処刑が行われている。シャルー教会会議、1028年及びトゥールーズ教会会議。 1056年においてカタリ派は正式に異端であると宣言されたが、その勢いは強まる一方であった。カタリ派対策として1100年代には盛んに、カタリ派地域に被災や説教者が送り込まれ、説得によってカトリック教会へ復帰させる努力が行われた。しかし、カタリ派は当時フランスの王権から独立していたトゥールーズ博など諸公の庇護を受け、 政治問題化し始めていたため、効果が上がらなかった。カトリック教会の聖職者の堕落を見慣れてしまった民衆は、完全な禁欲生活を送るカタリ派の監督者の姿に強い感銘を受け、心を惹かれた。1147年、教皇をエウにニュース三世はカタリ派の増えていた地域へ、説教師たちを派遣してカタリ派信と恩恵に、カトリック教会へ復帰させようとした。 しかし、クレルボーのベルナルドスなどのわずかな成功例を除けば、ほとんどの人が耳を傾けずに失敗に終わった。その後、トゥール教会会議、1163年や、第3ラテラン公会議、1179年において、カタリ派の禁止が正式に決定された。当初は、教皇が南フランスへ特使を派遣してカタリ派信徒たちに、 カトリック教への復帰を呼びかけるという方法が取られていたが、南フランスに拡挙していた領主たちが、フランス王権の及ばない範囲にいて、教皇庁の影響力を及ぶことを嫌い、その後押しを受けた地元の司教たちも、教皇施設の介入を拒否した。カタリ派の問題が政治問題化し始めたことを危惧した、教皇庁は、南フランスの司教たちの統治権を停止。 カステルノーのペトルスを現地に派遣した。ペトルスはカタリ派を保護していた、世俗君主たちを破門したが、ローマへ帰還する途中で暗殺された。確証はないものの、教皇施設暗殺の黒幕は、同地の領主トゥールーズ博であったとされている。ここにおいて、教皇庁は、フランス王フィリップ二世と協議。南フランスを、自らの支配下に収めて全フランスを、 王権のもとに置きたいと願ったフランス王の思惑と、カタリ派、アルビ派の拡大に悩む、校長の思惑が一致して、フランス王の指導のもとに、1209年、カタリ派とカタリ派を保護する諸侯を撃破するための十字軍が編成された。これが、アルビジョア十字軍である。十字軍は、南フランスで抵抗する領主たちを撃破し、一部でカタリ派神道を殺害した。 最終的に1229年にパリで和平協定が結ばれ、トゥールーズ博が王への服従とカトリック信仰への復帰を表明するという形で、フランス南部がようやくフランス王の半島に組み込まれた。この十字軍は宗教的な理由によるものというより、フランス王と北部の諸侯たちが王権に服従していなかった南部の諸侯たちを屈服させるために行った軍事行動であった。 1229年、カタリ派への対抗策として、異端審問制度が実施された。南フランスにおける異端審問は13世紀を通じて行われた。1244年、カタリ派の最後の取り出であったモンセギュールが陥落し、立てこもっていた多くのカタリ派信者が回収を拒んで、家計に処せられた。その後も捕らえられたカタリ派指導者たちが異端審問によって、 処刑を宣告された上、世俗領主に引き渡されて処刑されたことで徐々に南フランスにおけるカタリ派の影響力は低下していった。最後の監督者、業務ベリパストが捉えられたのは1321年であった。1330年を過ぎると、異端新聞書の資料からカタリ派の名前は消えていき、信徒たちは山中や森に逃れ、各地へ離散していった。 捕らえられた信徒の多くは処刑されたが、この際にカタリ派の信仰を捨てることを誓った者は、衣服に黄色い十字架を縫い付け、他のキリスト教徒とは隔離された場所での生活を義務付けられることで罪が許される場合もあったという。カタリ派や同様に担当とされたワルド派はもともとは、キリスト教を改革しようという民主運動に橋を発したもので、 フランシスコ会などの宅発修道会と同じルーツに基づいたものであった。カタリハシントンの中には宅発修道会に合流したものもあったという。アナバプテストのうちランドマークバプテストはカタリハがキリスト教でありその信仰を継承しているとする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。